皆さんこんばんは。イービルメタルチャンネルへようこそ。今回の動画はメガデスに続き2023年の2月と3月にアーチエネミーも来日ということで、彼らの新譜や必聴曲などを紹介解説していきます。この動画を見ればアーチエネミーのライブをさらに楽しめるかと思いますので、ぜひおさらいをして盛り上がっちゃってください。このチャンネルではロックとメタルを中心に皆さんが楽しんでいただけるような情報をお届けしています。皆さんのメタルライフの一つになれるようなチャンネルを目指していますので、応援していただけると幸いです。それではどうぞ最後まで動画をお楽しみください。さて、まずはアーチエネミーというバンドがどういったバンドなのかわからない方や、アーチエネミーが来日するにあたって初めて彼らの音楽を聴く方、ライブに参戦する方もいるかと思いますので、簡単にざっくりと紹介したいと思います。アーチエネミーは元カーカスに在籍していたギタリストマイケル・アモットが立ち上げたバンドで、メロディックデスメタルの先駆けとされています。当初は単なるデスメタルプロジェクトとして活動する予定でしたが、日本での初来日ライブを行った際に、あまりに熱狂しているファンの様子を見て、本格的に活動が始まります。そういった意味でも、マイケル・アモット、アーチエネミーにとって、日本でのライブは思い入れがあるのです。また、女性ボーカルを起用するなどをして、メタル業界に激震を走らせたバンドでも知られています。アーチエネミーやマイケル・アモットに関しましては、過去の動画で取り上げていますので、そちらを見ていただけると、より彼らの情報が詳しく知れるかと思います。そんな彼らが、2022年、前作から5年ぶりとなる11枚目のアルバム、デシーバーズをリリースします。前作から加入したジェフ・ルーミスが、引き続きギターを担当しているのですが、レコーディングが難航したようで、本当かはわからないですが、ジェフ・ルーミスのギターのみリモートで撮られたそうです。内容に関しては、アーチエネミーが武器とする叙情リフや泣きのギターは抑え気味で、基本的には近年のアーチエネミーらしい、ギター中心のエクストリームメタルとなっています。初期の頃のような、北欧メロディックデスメタルと呼ばれる叙情性は薄く、どちらかといえば、アグレッシブな印象の方が強いです。個人的には、マイケル・アモット特有の強烈な泣きのギターをもっと導入して悶絶させてほしいという気持ちと、ジェフ・ルーミスをもっと曲作りに参加させてほしいなと感じました。次回作に期待といったところでしょうか。ですが、アーチエネミーの作品なので、本作も名盤なことには変わりはなく、おすすめ曲、必聴曲は、1曲目を飾るハンドシェイク・ウィズ・ヘル、2曲目のディシーバーなどオフィシャルビデオになっている曲はすべて必聴曲だと思われます。個人的に6曲目のサンセット・オーバー・ザ・エンパイアが一番好きで、アーチエネミーの歴代の名曲トップ10に入るくらいにはお気に入りの曲です。さて、新譜の紹介はこれまでにして、彼らのライブをより楽しむために、これだけは押さえておきたいアルバム、この曲は必ず知っておいた方が、いい曲などを紹介していきますね。まずは、彼らの処女作にして最高傑作と名高い超名盤、ブラックアース。デスメタルならではのまがまがしさ、荒々しさ、そして美麗な泣きのリードギターが乱舞。これぞ北欧メロディックデスメタルと言わんばかりの叙情性あふれるアルバムとなっており、そのスタイルは、まさに、マイケル・アモットがカーカス在籍時にリリースした超名盤、ハートワークの発展型と呼ぶにふさわしいです。当初は、まだ女性ボーカルは起用しておらず、男性ボーカルで、後に、パフォーマンス不足が原因で解雇されてしまうのですが、やはり、この頃のアーチエネミーには、ヨハン・リーバの悲壮感漂う歌声は必須で、より叙情性を増させているんですよね。そんな本作は、収録されているすべての曲がおすすめ曲であり、必聴曲は、その中でも、ベイリー・ミアン・エンジェル、ダーク・インサニティ、
ユーレカです。メロディックデスメタルの枠に収まりきらない、ハードロック、ヘビメタルを代表する超名盤となっていますので、やはり、初期のアーチエネミーは神だったんだなと、噛み締めながら、改めて、このアルバムを聴いてみてください。それと、これは、完全に私の好みかもしれませんが、ヨハン・リーバの悲壮感漂う歌声と、叙情性あふれるメロディーの融合、ヨハン・ピ・アーチエネミーだからこそ成し得た超名曲、ビースト・オブ・マン、シニスター・メフィスト、ダーク・オブ・ザ・サン、ディーバ・サタニックなどが収録されているセカンドアルバム、スティグマータは、アーチエネミーを好きになればなるほど引き込まれる、影に埋もれた超名盤だと私は思っています。この作品は、レコード会社の意向で、無理やり早い曲を作らされ、商業的にうまくいかなかったり、ベーシストのマーティン・ベンソンと喧嘩をしたりなどで、マイケル・アモットからすれば、あまり思い入れのないアルバムかもしれませんが、やはり、ヨハン期のアーチエネミーを愛する私からすると、これ以上に、ヨハンの悲壮感漂う歌声と、マイケル・アモットの叙情性あふれる泣きのギター、そして、まがまがしく荒々しいサウンドが噛み合った作品はないと思います。アーチエネミーの最高傑作は、ファーストアルバムのブラックアースだとすれば、ヨハンの魅力が最大限に活かされたアルバムは、セカンドアルバム、スティグマータなのです。なぜ、マイケル・アモットは、ヨハンを解雇したのか、いろいろな理由があると思いますが、私は、ヨハン期のアーチエネミーこそが至高だと思っていますので、なぜヨハンは解雇されたのか、についての動画を近々投稿したいと思います。とは言いつつも、アンジェラ期のアーチエネミーももちろん大好きですけどね。続いて、彼らのライブをより楽しむために知っておきたい楽曲を紹介していきます。まずは、サードアルバム、バーニングブリッジに収録されている超名曲、シルバーウィング。初めて聴く方は、この曲の完成度に唖然とし、次からは、聴くたびに、感動と驚きが押し寄せてきます。2分32秒からの泣きのギターは、もう、感動と鳥肌が止まらなく、一度堕落した天使が光り輝く世界へと、空高く舞い戻る、そんなイメージを連想させます。アモット兄弟が奏でる、夢と感動のギタープレイ、本当に最高です。続いて紹介するのは、シックスアルバム、ドームズ・デイ・マシンに収録されている超名曲、ネメシス。アーチエネミーといえばネメシス、と思われる方も多いのではないでしょうか。それくらい説明不要の超名曲であり超有名な曲ですよね。バイオハザードの G ウイルスを注入されたかのような、アンジェラの狂気しみた叫び声から幕を開け、これから初めて聞く人は、あまりのかっこよさに、ガッツポーズをしながら気絶してしまうでしょう。疾走あり、泣きメロありといったメロデス好きにはたまらなく、ライブでも定番曲となっていますので、必聴です。続いて紹介するのは、アンジェラが、初めてボーカルを務めた、フォースアルバム、エイジズ・オブ・シンに収録されている超名曲、ラベナス。トリッキーなギターリフ、鬼のツーバス、アンジェラのドスの効いたデス声、そして、泣きのギター、正直、火の付けどころがないです。次々と繰り出されるリフの波に飲まれて、ライブ参戦前に溺死しないように注意してくださいね。そして、歌詞にも注目です。君の心の中に生息しながら、君の魂を追い求める。傷んだ肉体をズタズタに引き裂こう、君の魂は僕のものさ、といった意味深な歌詞で、私含め、中二病患者には、ほんとたまらない歌詞ですよね。それと、このアルバムの一曲目を飾る、エネミー・ウィズ・インも超名曲ですので、お忘れなく。最後に紹介するのは、セブンスアルバム、ライズ・オブ・ザ・タイラントに収録されている超名曲、ブラッド・オン・ユア・ハンズ。空襲警報のようなサイレン音で始まるオープニングチューンで、雷鳴のようなギターリフ、アンジェラの、今までにないくらいの暴虐ぶりで、文句のつけようがない最高クラスの超名曲となっています。また、曲名の、血塗られた手は、何か犯罪を犯したのでしょう。ブラッド、血、という言葉がタイトルに入るだけで、
興味がそそられる私は、中二病末期なのかもしれません。そんなことはさておき、今回紹介させていただいたアーチエネミーの名曲以外にも、一長曲はたくさんあります。ですので、アーチエネミーを簡単におさらいできるアルバムを概要欄に貼っておきますので、ぜひライブ参戦前に聴いていただけると、より楽しめるかと思います。では、皆さん、メガデスとアーチエネミーのライブ楽しんできてくださいね。私は行けないので、次の来日の際には必ず参戦したいと思います。その時は、ぜひ皆様とお会いしてみたいです。それでは、皆さん、良いメタルライフを。